2015年サーブエアやバス A310 着陸失敗事故は2015年12月24日に発生した航空事故である。ルブン橋国際空港発ムブジマイ空港行きだったサーブエアの貨物便がムブジマイ空港への着陸時に滑走路をオーバーアランした。乗員5人は全員無事だったが地上の8人が死亡し9人が負傷した。 事故機のエアバス A310 から304は1986年3月に初飛行を行い、同年5月にエアインディアへ VTA 時として納入された。2008年4月に貨物機へ回収され、2013年にサーブエアが購入した。また、事故機は2006年8月28日にケニアのナイロビで離陸中指示にタイヤのが全て破裂するという出来事に巻き込まれていた。 サーブエアは今後に拠点を置く貨物航空会社である。元々はサービスエアとして設立された。2006年3月22日に EU 域内への飛行を禁止された。2015年6月に会社名をサーブエアへ名称を変更した。この事故は同社が起こした死亡事故としては最悪のものである。現地時間16時30分に A310 は 無部島へ空港の滑走路17に着陸した。目撃者の証言によると、事故機はすでに2回着陸復興を行っており、3度目の着陸で滑走路の中央付近に設置した。しかし、機体は滑走路内で停止せず、住宅地に突っ込んだ。これにより、数軒の家が破壊され、機体も大きく損傷したが、乗員5人は全員が無事だった。しかし、 地上の8人が死亡し9人が負傷した。機体は最終的に滑走路から500メートルほどの地点で停止した。パイロットたちは州知事に対して原因はブレーキの故障であると話した。地元のメディアは事故当時に雨が降っており視界はほぼなかったと報道した。今後の事故調査委員会が調査を開始した。事故翌日、州知事は 地上での死者は7人が女性で、1人が少年だったと発表した。また、オーバーランは滑走路の問題によるものではなく、天候が原因であると述べた。ムブジマイ空港の滑走路については、以前から安全性への懸念があった。2015年8月19日、コロンゴ航空のボーイング737から300が離陸する際に、滑走路のターマックスラブが、 水平安定版に衝突するという事故が起きた。今後エアウェイズは12月8日に滑走路の安全性について懸念があるとして、ムブジマイへの飛行を取りやめた。今後当局は12月20日に滑走路を調査し、ムブジマイ空港の滑走路は古くなっているが実用的であると述べた。ありがとうございます。